フィリス・ディラーはアメリカ合衆国の女優、声優、コメディエンヌである。1917年にオハイオ州ライマに生まれる。父親は保険代理店で働いていた。地元の高校を卒業後、音楽系の学校でピアノを習得し、ブラフトン・ユニバーシティへ編入学した。1952年にカリフォルニア州のローカルラジオでキャリアをスタート。同年にテレビ番組、 フィーリス・ディリス、ザ・ホームリー・フレンドメイカーもスタートし、活動の場をサンフランシスコへ移し、ラジオを中心にキャリアを重ねていった。サンフランシスコでは、スタンダップコメディの分野でも活躍し、知名度を得ていくと、1961年に草原の輝きで映画デビュー。1966年から放送された、コメディドラマ、 ザ・プライッツ・オブ・サウ・サンプトンや1969年から放送されたコメディラブドラマ恋愛戦火などへはレギュラー出演もし、その後もコミカルな演技でキャリアを重ね、数々の映画やテレビに出演して女優としての地位を確立した。1990年以降はアニメーションの声優としても活躍し、ピクサーが制作したバグズ・ライフなどへは女王ありの声も担当。 晩年は数々の人気テレビアニメシリーズの声のゲスト出演も果たしている。近年ではテレビシリーズザ・ボールドザ・ビューティフルでも知られていた。これまで結婚と離婚を二度繰り返しており、これまでの結婚で6人の子供を設けている。1999年に一度心臓発作を起こしているが、その後復帰。今後のさらなる活躍が期待されていたが、 2012年8月20日にロサンゼルスの自宅で自然死95歳だった。ありがとうございます。